え、ちなみにこれおいくら万円ですか？これは一応横断なんですけど、まあ、タケ TV を見ていただいた方にはマジ見ていただいたって言っていただければ頑張らせてもらうということで、ちょっとお電話で、はい、お話させていただければありがとうございます、はい、ちなみにちょっとお電話番号を いきなりねここ入れておきますので、はい、お願いします。こちらです。はい、ではこちら、続きまして今日もやってまいりました、あのベントレーですね。ベントレーのこれなんていう、これはコンチネンタル GT の、はい、6.0 っていうグレードになる。扉がね2つしかないんですよ、これ。こんなに大きい車なんですけど、これもほぼ、これはほぼ傷もうゼロですよね。5000キロ、ほぼ新品ですね。っていうか5000キロって言ったらもう新古車レベルですね、はい、なんか8年落ちなんですよ。あ、8年落ち、はい、へえ、わすごい、後ろこんな丸いの、後ろ綺麗。ベントレーって結構綺麗なんよね、こうやって間近で見ると、はい、いやなんかもうちょっとこうどういうのやろ、こうデザイン的にはちょっと不細工な部類に入るのかなと思ってたんですけど、はい、このタイプはすごいなんかクーペ感があって綺麗なという感じしますね。走りそう。ほんで575馬力、バケモンバケモンじゃねえか。トルクも 71.4 キロあるんで、わあ、これはちょっとバケモンですね。あ、これもカーセンサーの評価、はい、認定済みということで、5点入ってますね。すごい、これでも扉がでかいわ、1枚のパネルの。お邪魔します。うわー、うわ、えぐえぐはい、お邪魔しますと。うわ、扉が重かった、すごい、皮が分厚いですよ、うん、なんかね、シートすごいなんか柔らかい、なんて言ったんでしょう、これエルメス感ありますよね。めっちゃ同じこと思ってました今エルメス感あるな、エルメスの、エルメスの皮ですよね。なんかで結構おしゃれなんやね、あの内装が。そうそう、カラーリングツートンの使い方がイギリス車はうまいです。すごいなんかセンスを感じる。乗ってみて。一個一個のね、パーツはね、なんかこのメッキもすごい分厚いメッキ使ってるなという感じがしますね。すごいこれ、かっこいい。やっぱね、あえてね、やっぱこのアナログメーターが好きな人ってまだ未だに多いですよね。そうですね。やっぱこっちの方がね、男心くすぐりますもんね。ちょっと開けさせてもらいますかね。はい。ああ、ここもなんか、またジュエリー的な。時計入れるんですかね。あ、時計入れるのかな。スニッカーズとかちょうどいい。あ、スニッカーズちょうどいいですね。あ、金の延べ棒いいですね。そうですね。今上がってますし。あ、そうしましょう。もうね、お札はもう価値がなくなるという噂ですんでね。何しかキラキラしてますね。そうですね。ツヤツヤキラキラ。天井までね、こう、革張りが。分厚いです。すごい。普通この上まで張ってないですもんね、革は。そうですね、アルカンターラとかが多いですね、うんうん、すごい、ここまで革張ってるの初めて見たこんな裏まで。ウルトラオールレザーです。ここまで張ってますよね、ここまで。ちょっとドア開けたらまさかのこんなところまで。これはほんまや、革や。無駄に革を使いやがるな牛何頭分ですかね。ほんまや、牛何頭分やど。ちょっと後ろ、あ、後ろは、あ、まあでも、うん、足元はさすがに広いとは言えないですね。そうですね、2ドアなんで、はい、スポーツカーですね、どっちかっていう。そうですね、はい、いかがでしたかね、ベントレーすごかったですよね。こちらの車はエクシブコーポレーションさんで販売しておりますので、詳しくは下の概要欄をクリックしてくださいね。タケ TV のね、チャンネルを見たといえば、相談していただけるらしいです、私のチャンネルが面白ければ皆さんグッドボタンお願いします。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。はい、というわけで、ベントレーでしたじゃあね、バーイシュー。